から始まる物語は2018年に配信されたアメリカ合衆国のロマンティック、コメディ映画である。監督は、ビンス・マルセロ、主演は、ジョーイ・キングが務めた。本作は、ベスリー・クルスが2013年に発表した小説、ザ・キッシング・ブースを原作としている。ロシェル・エバンズとリーフリンは同じ日に、同じ病院で生まれ、子供の頃からずっと仲が良かった。 この関係を維持するため、二人には六歳の頃からずっと守ってきたルールがいくつかあった。その中には、お互いの親族に恋をしないというルールがあった。高校2年スタートの初日、エルは、意気よ々よと投稿しようとしたが、ズボンが破れてしまったためにやむなく、ミニスカートで投稿する羽目になった。その結果、男子生徒からいやらしい目で見られ、 喧嘩寸前になったが、リーの兄であるノアが仲裁に入ってくれたためことなきを得た。その後、たっぷんはエルに言い寄ったが、ノアにきつくお給を据えられることになった。エルとリーは、学校祭でキスブースを設置するにしたが、協力してくれる人を見つけるのに苦労した。最終的に、校内で人気の女子たちの協力を取り付けることができたが、その際、ノアも参加するという嘘をついてしまった。 その夜、三人の参加もあって、キスブースは大にぎわいであった。しかし、キスブースに、ノアが姿を見せなかったため、女子たちは怒り出した。嘘をついた罰として、目隠しをしたままエルが、キスブースに立つことになった。女子たちは、ナード的な男子と、キスさせるつもりだったが、エルがキスをしたのはノアであった。ブースを片付けた後、エルの目に飛び込んできたのはノアが別の女の子を、 誘惑している姿だった。エルはそのまま家に逃げ帰ろうとしたが、ノアが途中で追いついたため、二人で一緒に家へと向かうことになった。雨がひどくなってきたため、二人は雨宿りすることになった。いい雰囲気になった二人はそのまま何回もキスをするが、エルはリーとの約束を思い出し、そのまま身を引こうとした。しかし、ノアはそれにショックを受けつつも、なおも諦めず、 エルへの思いを力説した。二人はそのまま一線を越えそうになったが、警備員の邪魔が入った。翌日、エルはパーティーに参加したところ、とある男子生徒から小馬鹿にされた。その様子を見ていたノアは憤慨し、その男子生徒ととっくみ合い寸前にまで至った。エルはそのまま会場を飛び出したが、ノアは彼女を追いかけた。二人はハリウッドの看板を見に行き、 お互いに好意を抱いていることを確認し合った。そして、二人は一線を越えた。エルとノアは交際を始めたが、D にそれがバレないように最大限の注意を払っていた。二人は順調に交際を続けたが、ノアがハーバード大学に進学することになったため、今年を最後に離れ離れになることになった。その頃、D はエルとノアがやけに親密になっていることに気がついていた。 不審には思っていたが、エルが、ノアと、特別な関係にはなっていないというので、一応彼女を信頼することにした。しかし、ついにリーは、決定的な証拠をつかむことになった。カッコ内は日本語吹き替えキャスト。2014年6月、ベスリー・クルスのヤングアダルト小説、ザ・キッシング・ブースの映画化に際し、ビンス・マルセロが監督に起用されたと報じられた。 2016年11月、ネットフリックスが本作の配信系を購入したと発表した。2017年1月、ジョーイ・キングとモリー・リング・オルドがキャスト入りした。本作の主要撮影は2017年1月にロサンゼルスとケープタウンで始まり、同年4月中に終了した。2018年5月1日、ネットフリックスは本作の予告編を公開した。 11日にネットフリックスが本作を全世界で配信するや、いなや、驚異的な視聴回数を記録するに至った。ネットフリックスによると、3分の1の視聴者が本作を複数回視聴し、その率は通常の30%マシだったのだという。ネットフリックスの子を務めるテッドサランドスは本作をアメリカで最も多くの人々に鑑賞された映画の一本であり、 世界中で最も多くの人々に鑑賞された映画だと言っても過言ではないでしょうと評した。ネットフリックスは本作や理想の男になる方法、セットアップ、嘘つきは恋の始まりの成功を受けてロマンティックコメディ映画の制作に注力すると発表した。視聴者からは好評だったが本作は批評家から酷評されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには発見のレビューがあり、批評家支持率は13%、平均点は10点満点で3.7点となっている。インディワイヤーのケイト・アーブランドは本作に D 評価を下し、不幸にもこの高校を舞台にしたロマコメ映画は男女間において性差別的かつ時代作語的なものである。それは同ジャンルの最も悪しき部分を強調していると、 述べている。2019年2月14日、ネットフリックスが本作の続編の制作に着手したとの報道があった。5月30日、テイラー・ペレスとメイジー・リチャードソン・セラーズの起用が発表された。キスから始まる物語には2020年7月24日に配信された。ありがとうございます。